どこに行くつもり？逃がさないって言ったでしょ。はい、カット。オッケー。はい、チェックします。言いたいんだけど。ごめんなさい。つい、っていうかおばさんマジで目いってんね。怖。みゃおちゃんよかったよ。こっちがドキドキしたよ。本当？本当本当。さあ、さっさと体拭いて、風邪ひいちゃうよ。はーい。あんがきって、目が言ってるだ。演技だよ、目で演技してるんだよ。こちとら伊達にデビュー以来、42作連続悪女役やってねえぞ。こんちくしょう。悪女役やだ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 、全部断る断ってやる。仕事なくなったっていい。知らない知らない知らない。そうなったら役者なんてやめてやる、やめてやるったらやめてやる。嘘、やっぱやる。誰が諦めるか。次こそはきっと広いんだ。ガオ監督。はい、シャオです。いや、ガオだけど。監督、どうかされましたか？実は今、企画している次回作のヒロインを探していてね。ヒロイン？もし、興味があれば、今からちょっと…行きます行きます、すぐ伺います。しまった、あんなに飲むんじゃなかった。まさか監督からで…場があるなんて。それもこんな深夜に。ダメ、吐きそう。いろいろとやばいかも。ねえ、考えすぎてもしょうがない。これはチャンス。すまないね、急に呼び出す形になって。いえ、お声をかけていただいてありがとう。おいおい、どうした？気分でも。はい、いや、ちょっとだけ。さすがに酔いが覚めたわ。すみませんでした。もう大丈夫かい？ええ、私は。それより服を汚してしまって。ええんだよ、お詫びさえしてくれれば。お詫び？そう、お詫び。うん。あ、何するんですか？君がもう悪役にヘキヘキしているのは知ってるよ。今夜は泊まっていきなさい。そうすれば次回作のヒロインは君のものだ。何？最初からそういうこと？心配はいらないよ、私に任せなさい。セリフが古いですよ。寝言は寝てから言ってください。ふん、三流脇役女優のくせに生意気な口を叩くな。お前くらいの役者はたくさんいるんだぞ。なのにこんなチャンスを棒に振るとは、なんてバカなやつなんだ。なら好きにしろ。その代わりお前は一生悪役専門女優のままだがな。アクション。私は今だって悪女専門じゃない。私と寝たいだと？笑わせないでよ。三流の脇役では悪かったわね。でも悪役専門とは聞き捨てならないわ。ちょい待った。待て待て待て、お前だってこのチーモンチのようにトップに立ちたいと思っているんだろ。私と寝ておいた方がこの先。枕強要した上に人の顔見て悪人面だと。え、僕そんなこと言って。この目つきも顔つきも私のせいじゃない。小学生の時はこの顔のせいでクラスメートが遊んでくれないし、高校生の時は迷子の子を慰めようとして拉致だと勘違いされるし、役者になってからはどの作品でも悪女面だけが必要とされ、誰も演技を見てくれない。好きでこうなったわけじゃないのに。殴られたいの？わかる。はい、僕だって泣きたいんです。それは最初は大作映画やドラマを撮りたかったんですよ。けれど来るのは風景映すだけの CM ばかり。それでも我慢して我慢して頑張ってきたんだ。そしてようやく三流役者に枕営業を求められるところまで来たんだ。いや最後いらんだろ。でもわかる、
わかる気がする。きっとお互い辛いのは今だけだ。夢に向かって努力し続ければきっといつか報われる。ガー監督、シャオ、これはガオ監督、お楽しみ中でしたか。ジェンさん、ファン・チェン、国際的に映画舞台で活躍する一流の役者であり、大手企業グループの社長であり、多くの映画やドラマのスポンサーでもある。国内では老若男女、知らない者はいないほどのトップスター。誰もが憧れ、常人がいくら手を伸ばしても決して届かない存在。の前になぜか私はいる。ちょっと手を伸ばせば届くな。こりゃ違うんですよ、ジェンさん、さっきのは誤解だ。僕が最も嫌うのは権力の乱用、ご存知ですよね。シャオ、君からもちゃんと言ってくれ。枕営業なんて迫ってないって。迫ってきました、思いっきり。今回の出資は見直します。交番も覚悟するように。そんな、息子は立派だったと母に伝えてください。はぁ、おいおい、夢に向かって努力する話はどうした。メンタル弱すぎでしょ。話してくれ、話せ。ちょっと何ぼんやり見てるのよ、止めてよ。おい、なんで動かないの。いいじゃないか、望み通り死なせてやれ。アクション。人間的なものを疑うわね。目の前で人が死にそうなのに何もしないってのはどういうわけ。国民的スターが聞いて呆れるわ。やっぱアクション状態に入っちゃった、スーパースターの前で。わかった、それじゃあガオ監督の件はこれまで通りとし、先ほどの写真も削除しよう。な、何を急に。怪しい。もちろんただじゃない、条件付きだ。条件？君に僕と契約を結んでもらう。気がつけば今日も午前に、ぬくもるソファー、しばしさよなら。メイクを落とせばいつだって素直になれる。